今回は便座裏につく頑固な黄ばみ汚れの中でも特に頑固なゴムのところにつく黄ばみ汚れの落とし方をご紹介しようかなと思います。ウォシュレットすべてに言える話なんですけれども、塩素系の洗浄剤は使っちゃいけないことになってるんですよ。なのでその段階でトイレ専用の塩素系のものでさえもですね、自己責任の扱いになってしまいますね。ただここのゴムのところについて黄ばみ汚れを中性のトイレ洗剤で落とす子なんてまず不可能じゃないですか。なのでやっぱりしっかり落としたいということであれば、自己責任のもと塩素系を使って落とすということにチャレンジしないといけないということになるんですが、ではどうやって落としていくのかと言いますと、まずはそれほどひどくない場合で、例えばパイプユニッシュプロを使うとしまして、こういった小皿にですね、こう一旦取って塗りつけるのがおすすめですね。歯ブラシにちょっとつけて、で塗りつけていくと。で放置時間はまず5分です。5分放置して、もしまだ黄ばみが残っているのであればさらに延長して放置するというやり方になりますが、明らかに5分程度じゃ落ちなさそうな黄ばみ汚れの場合はゴムのパーツを外してしまった方がいいです。このようなヘラを使いまして、で優しく、はい、取り外しましたらポリ袋に入れまして、そしてそこに塩素系をちょっと入れまして、空気をしっかりこう抜いて密着するような状態にして縛って放置ですね。確認して黄ばみが落ちたならば洗面台の方に持って行ってすすいでくると。はい、水ですすいで水気を拭き取ってきました。あとは戻すだけですね。こっちの方まだ液がついている状態なんですけれども、こっちの方は最後の工程としましては、まずしっかり液を拭き取ると、トイレットペーパーに、私はよく空のスプレーボトルに水道水を入れて、それをすすぎ用って言いますか、水拭き用に使ってるんですけども、こういった形で吹きかけて拭いていくと。ということで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。